タナー・B・ロアークは、アメリカ合衆国イリノイ州、ウィル郡ウィルミントン出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のアトランタ・ブレーブス傘下所属。愛称は、T・ロー。2008年の MLB ドラフト25巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、6月9日に入団した。2010年7月30日に、クリスチャン・グーズマンとのトレードでライアン・タトゥスコと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。2013年8月6日にメジャー初昇格を果たした。8月7日のアトランタ・ブレーブス戦でメジャーデビュー。同点の5回表から2番手で登板し、2回を無失点に抑えた。9月7日のマイアミ・マーリンズ戦から先発に転向。6回を投げ、無失点に抑え、先発転向後初勝利を挙げた。この年は14試合に登板し、7勝1敗だった。2014年は5番手として先発ローテーションに定着し、31試合に登板して、防御率 2.85 ホイップ 1.0915 勝10敗の成績を残した。2015年は、マックス・シャーザーが加入したことで先発ローテーションが飽和状態となり、先発とリリーフの兼任で投げた。先発では12試合に、リリーフでは28試合に投げて、防御率 4.384 勝7敗に終わった。被本塁打は、投球イニングが 80.0 イニング以上、減少したにもかかわらず1本増加した。2016年は、フルシーズン先発ローテーションに復帰し、34試合中33試合に先発登板した。同年は、好調を維持し、防御率 2.83、16勝10敗、210.0 イニング、172奪三振の成績を残した。ロサンゼルスドジャースとの NLDS では1試合に先発したが、4.1 イニングを7安打3四球に失点だった。サイ・ヤング賞の投票では1ポイントを獲得し、10位にランクインした。2017年は、シーズン開幕前の2月9日に第4回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。同大会では1次ラウンドでは1試合にリリーフ登板し 1.1 回3失点だったが、決勝ラウンドでは準決勝の日本戦に先発し、4回2安打無失点と好投、勝利に貢献した。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初優勝を果たした。シーズンでは6月に6試合で1勝4敗、防御率 8.31 と不振に陥った。32試合の登板で2年連続2桁勝利となる13勝を挙げたが、防御率 4.67、ホイップ 1.34 と、前年からは落ちる成績となった。ワシントンナショナルズ時代2018年は31試合に投げ防御率 4.34 だったが、5月には5試合で防御率 3.18 ながら0勝3敗に終わるなど、勝ち運にも恵まれず、9勝15敗と2桁勝利を逃しリーグ最多敗戦を記録した。2018年12月12日にタナー・レーニーとのトレードでシンシナティレッズへ移籍した。タナーという名前同士のトレードは史上初の珍事であった。2019年はレッズでは21試合に登板して6勝7敗、防御率 4.24 だった。2019年7月31日にジェームソン・ハンナとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。背番号は60。オフの10月31日にフリーエージェントとなった。2019年12月18日にトロントブルージェイズと2年総額2400万ドルの契約を結んだ。2021年4月30日にテオスカー・ヘルナンデスの復帰に伴ってリーフとなり、5月3日に自由契約となった。2021年5月10日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。オーバースローから最速 96.4 マイルパーワー、平均92マイルパーワーの速球を中心に、平均85マイルパーワーのスライダー。平均77マイルパーアワーのカーブ、平均83マイルパーアワーのチェンジアップを使用する。打者の手元で動くツーシームを大投げして打者をゴロに打ち取るグラウンドボールピッチャーである。ありがとうございます。